こんにちは。今回はですね、部下から学んだことシリーズについて、お話しさせていただきたいと思います。私は経営勉強会に何箇所かちょっと出席させていただいててですね、先輩後継者の方からいろいろ教えいただいたりしてて、学びになるなと思っていろいろ向上を目指してですね、してるわけなんですけども、そういったことで学んでいくとですね、逆にその、部下、私の部下ですねから学ぶことも非常にだんだんと増えてきてですね、従業員の方たちが会社でやってる何気ないことから、ああなるほどこの人よく考えてるなとか、この人私の方が上司だけどこの子の方がよくやってるなとか感じることが結構出てきましたので、そういったお話をちょっと紹介していきたいなと思います。以前ですね、リスクヘッジのしすぎの話をしたことがあると思うんですね、以前の動画で。リスクヘッジをしすぎるあまり、お客様とか上位の方ですね、を怒らせしまう方の特徴のお話を以前したことがあるんですけども、リスクヘッジをしたい人っているんですね。後で骨らら脱茶じゃないかっていうのを怒られるのが嫌で嫌でたまらない人ですね。そういった人は発生確率 1% 2% の話にすごい時間を割いて説明するんですけど、多くの人はですね 1% 2% の話にそんなに時間割いてほしくないんですよ。ですので大体の方はそういったことは過度に不安になるか お怒りになるかどちらかなんですね。で、私の部下ですね、今回のお話は副社長のお話なんですけども、その彼がそのお客様にお話してたセリフが印象的でちょっと紹介させていただきたいなと思ったんですけど、その不安に なられたお客様に、お話ししてた内容がですね、もしもの話を最初にして、不安を煽ってしまって申し訳ございませんというふうにお詫びしてたんですね。非常にいいお詫びの仕方じゃないかなと思いますので、リスクヘッジをしたくてですね、1% 2% の話をしちゃうのは ある程度は必要なことですし、かといってやりすぎると不安になったりイライラしてお怒りになったりとかするもんですから、そのさじ加減を間違えた時にきちんと 1% か 2% しかないので、それほど重要視しなくてもいいですよっていうのをお客様にきちんと伝えれるかですね。リスクヘッジをしたすぎて 1% 2% の話をもう すごく高い確率で起こる話かのようにお話しするのは、リスクヘッジはできてますけどお客様に対して優しいことではないですから、ですので、そういったことを、非常に心がけてトークされてはいかがかなと思います。これをご覧になった皆様のですね、これからの人との接し方の一助になれば、幸いでございます。で今回はこの辺で、だなー。